ニコラのモデルとして活躍後も女優として多くのドラマ、映画、センチメートル、バラエティ番組に出演している岡本玲さん。岡本玲さんの昔今現在の経歴や、高校、結婚、熱愛彼氏について、白血病、病気の検索ワードについてなど、気になったので調べてみました。岡本玲さんのプロフィール、名前、岡本玲、本名、岡本玲。出身地、和歌山県和歌山市。生年月日、1991年6月18日。年齢、29歳、執筆時。身長、157センチメートル。血液型、A 型。学歴、日本大学芸術学部映画学科演技コース卒業。職業、女優、ファッションモデル、タレント。所属、エバーグリーンエンタテイメント。趣味、演劇鑑賞、料理、旅行、手芸、DIY。特技、ピアノ、手算、暗算。資格、英検2級、漢検3級、書道2段、手算準3段、暗算4段。好きな食べ物、煮込みハンバーグ、しらす、グリーンコーナーの天かけラーメン。経歴、2003年、ファッション雑誌、ニコラの専属モデルオーディションでグランプリを受賞し芸能界入り。2歳年上の姉が愛読していたニコラに出ていた蒼井優さんと新垣結衣さんに憧れて、モデルオーディションに応募したそうです。また、ニコラの専属モデルで結成されたアイドルユニット、ニコモノのメンバーとして CD デビュー。2006年、先駆者から現在の事務所に移籍。2007年、進学を機に上京。2007年4月、テレビ朝日、生徒諸君で初のドラマ出演。2008年、表紙登場回数1位という記録を残して、ニコラを卒業。ニコラが長らく部数に伸び悩んでいた時、岡本玲さんを表紙に起用し始めた2005年あたりから息を吹き返し、2006年後半には、同ジャンルの雑誌のトップになるほど、岡本さんの影響力は大きかったそうです。岡本玲さんが使用したアイテムは問い合わせが殺到するため、ファッションブランドなど各種企業から紙面で使用してほしいとの指名がダントツで多く、調整に悩むほどだったと、岡本玲さん在籍時代のニコラ編集長は振り返っています。ニコラ卒業後は、モデル業以外での芸能活動を本格的に開始します。同年3月、ティーンエイジデイズでソロ歌手として CD デビューします。同年7月公開の映画、恋恋で映画初出演。ドラマ、映画の赤い糸の主人公の親友役、山岸美弥を演じます。2009年4月、自身のブログにて、前日制の高校から通信制の高校に転学したことを発表します。今まで学校に行っていた時間を受験勉強に役立てたいと理由を述べています。2010年3月、高校を卒業。同年4月、日本大学芸術学部入学。2014年3月、日本大学芸術学部映画学科卒業。2016年11月、ベストレザーニスト2016を受賞。その後も多くの映画、ドラマ、舞台、CM に出演。最近ではバラエティ番組への出演も多く、多方面で活躍されています。高校は、岡本玲さんの出身高校を調べてみました。和歌山県立工業、工業、高等学校、日の出高校を卒業しているという情報が、大手学校情報サイトにありました。しかし、岡本玲さんは、2007年、進学を機に上京、2009年4月に転学している、という情報がもあります。進学時に上京、ということと、和歌山県立工業高等学校に通っていた、ことは、辻褄が合わないような気がしますが、どちらが本当なのかは、わかりませんでした。和歌山県立工業高等学校は、公立の共学校で、偏差値66、2021年度の、和歌山県内の公立校の中では2位という進学校です。岡本玲さんは、2009年に、日の出高校へ転学します。日の出高等学校は、東京都目黒区にある、私立の共学校です。前日制と通信制があります。芸能コースを有していて、山口百恵さん、
原田知世さん、仲間由紀恵さん、新垣結衣さんなど、多くの芸能人が卒業しています。2019年に、校名を、目黒日本大学高等学校に変更しています。次ページ、岡本玲さんの結婚や熱愛彼氏は、白血病や病気の検索ワードや現在についても。結婚、岡本玲さんは、結婚という検索ワードが上がっています。調べてみましたが、今現在、岡本玲さんが結婚しているという情報は見つかりませんでした。岡本玲さんは、2020年1月に放送されたバラエティ番組、ヤスとも、友近の決めつけあくまで個人の感想です。京都で開運。新春に時間 SP、関西テレビに出演の際、結婚相手に求める条件を告白しています。番組の中で、岡本玲さんは、結婚はしていないです、と話しています。岡本玲さんは、洗濯物の畳み方にこだわりを持っていると語っていて、綺麗好きな方のようなのですが、結婚相手に求める条件として。私の今の結婚相手の条件は、自分と同じ綺麗さをキープできる人なんですよ。絶対無理じゃないですか。はじめは、私が気になるからすればいいや、ってやっていても、だんだん、なんで私だけせなあかんねん、ってなると思う。と、自身の結婚観を話していたそうです。熱愛彼氏は、岡本玲さんは過去に熱愛があったのか、調べてみましたが、有力な情報は見つかりませんでした。しかし、過去に、根拠のない交際の噂があり、岡本玲さん本人が、困っているとツイートしていたという記事がありました。2018年の報道によると、2009年頃からネット上で、平成ジャンプの有岡大貴さんと付き合っていた、と、真偽不明の噂が根強く残っていたそうです。しかし、岡本玲さんは、噂になっている相手の名前は明言せずに、プライベートで一度もお会いしたことがない方、とツイートしています。2018年に、有岡さんの熱愛が報じられた時に、過去の熱愛に関してネット上の真偽不明の噂が出回ったことに、岡本玲さんが困惑していたという一幕があったようです。病気、白血病とは、岡本玲さんは、白血病、や、病気、と多く検索されています。調べてみると、岡本玲さんが白血病であるとか病気である、ということではないようです。女優、タレントの吉井玲さんと岡本玲さんを混同して検索されているようです。吉井玲さんは、1982年3月18日生まれ、現在38歳です。2000年に、奄美大島でのグラビア撮影の時、急性骨髄性白血病を発症し、骨髄移植を受けました。仕事復帰後も、ドラマや映画など多くの作品に出演。2005年には、俳優の山崎茂則さんと結婚しています。現在は、2021年1月現在、岡本玲さんは、秘密の県民小木などのバラエティ番組への出演や、本の要約アプリ、フライヤーの CM 出演など、幅広い分野で活躍されています。今後の活躍もとても楽しみです。以上、岡本。Yeah.
なるほど。Các bạn lấy cho tôi xe đi kìa. Tôi chỉ gì nữa nhỉ? À đi thì sang lớp 1 hỏi bác Hồng giúp bố đi sang nhà bác Hồng không? Đi sang nhà bác Hồng giúp bố không? Đi.
Ê, sao nhà bác không đi bố không? Cái gì mà này này xem ra cái này nóng sao nhà bác Hồng đi bố không con? Sao nhà bác Hồng đi? Cái gì? Lý nó lên mà đi về đi sao nhà bác Hồng đi bố để anh cho bóng điện ở đây này bóng điện này mình này này. Đâu có đi đâu đâu. Bố chạy sang kia thôi. À cái gì nhỉ? Bây giờ con có trứng đâu bố gọi cho chú Kiển cho hết chú đá thì thằng Mon nó ra đá thì con bố chào con ba nhá, con đá đi cô nhá. Được không?
打你就能故意的讲那些。Nhưng mà các bạn con hôm nay về quê hết rồi. Chứ nếu mà ấy thì có thể, nhưng mà có ai đâu về quê hết rồi còn.